綾町は宮崎県中西部に位置する町で東諸方郡に属する有機農業の町、商用樹林都市などをスローガンとする町おこしの成功例として知られ自然の中での人間らしい生活を求める全国各地からの移住者が増加している2012年7月12日に国内では32年ぶり5カ所目となるユネスコエコパークに登録された南部は 宮崎平野の生誕にあたり、北部は九州産地で九春であるが、国内最大級の規模の商用樹林が広がっている。また、宮崎市との関わりも深く、宮崎都市圏に属している。森林セラピー基地認定。古くは、あだのおなかやと呼ばれ、それが縮んで、あやに、ついで漁、となった。奈良時代から、日向国の交通の要衝であり、 駅が置かれていた。鎌倉時代から戦国時代までは伊東市、江戸時代は薩摩半領となって島津市が統治した。外上制度においては北また、南またが両京、入野が高岡里に属した。あやから見たあや町市街地小中学校もよりの空港は宮崎空港。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合のもより駅は、 JR 九州日報本線宮崎駅。実現しなかった鉄道路線1922年に宮崎町、綾村間の電気鉄道の免許状がカ付されたが、1928年にようやく宮崎電気鉄道株式会社を設立したものの、工事は資金不足から中断。1933年免許一部執行し、残りの区間も1938年に、 免許執行となった。高速道路町内には通っていない。最寄り IC は国府スマートインターチェンジ、宮崎西インターチェンジ、サイトインターチェンジ、または小林インターチェンジなど、主要地方道一般県道量の商用樹林、あやしろ現代地。ありがとうございます。